高城軍は、朝鮮半島の中東部、関温度沿海部に位置する軍である。朝鮮半島を横断する、軍事境界線の最東部で、大韓民国と、朝鮮民主主義人民共和国の双方に、同盟の行政区域がある。北側の長谷湾にある今後を3回水浴場、日本海沿岸に存在し、軍の西には1000メートルを超える、大白山無役の急峻な山々が、 南北に連なっている。分けても、北部の3階、金剛山は有名であり、軍内には、外金剛内金剛海金剛と呼ばれる朝鮮屈指の継承地がある。南部には、高露峰がある。金剛山から東に流れる神経川と、高露峰から北に流れる南江が合流する、中赤平野に、かつての軍の中心地、工場遊があった。また、郡南部には南江が、 韓状の平野を形作っている。また、三日浦、浦花、津浦松浦などの石子が見られる。この周辺では、韓国側が軍事境界線を北に押し上げる形になっており、大韓民国統治領域の最北端となっている。古代には、Y、コークリの領域であった。統一白木時代以来、北に高木、南に韓状の二つの地方間が置かれており、 概ね韓国政府統治範囲の居住区域が、環状郡、北朝鮮政府統治範囲が、高城郡であった。1914年の軍の統廃合によって一つの行政単位となった。植民地時代に、金剛山の観光開発が進められ、これに伴って、山独の温泉里の温泉開発や東海北部線の建設が行われた。また、近海が、朝鮮山。 大魚場の一つとされて、大規模な岩資料が行われていた。天然の良港長屋湾を擁する長屋は19世紀に、ロシアの捕鯨業者の進出により、捕鯨基地となり、同時に日本人漁民も移り住んできた。以後水産業、水産加工業の拠点として、また混合産観光の拠点として、発展、軍内で、いち早く優に昇格した。日本が敗戦を迎えると、 38度線以北にあった。この軍は、全域が北側の統治体制の下に置かれた。1945年8月15日、高城郡庁統一展望台より北を望む。東海北部線の線路が伸びている西南に、林氷詰軍郡、南に、即走主と接する。韓国統治領域内で最も北に位置する統一展望台があるほか、美しい自然に恵まれており、 観光客も多い。海水浴場やスキー場なども開発されている。海行政区画、編集に言う4面からなる。軍庁は、環状ゆう里にある。警察、編集消防、編集漁業が盛んであり、軍の魚として、スケトウダラを指定している。韓国国内韓国国外混合山を隔てて、西に、混合群、北西に通り川群が隣接する。現在、 北朝鮮で工場遊と呼ぶ軍人民委員会所在地は日本統治時代は長い野遊であった。かつての工場遊の集落は現在、旧遊、里と呼ばれている。軍内の外混合、海混合には混合山観光地区が設定されている。一遊二十三里。この節の出展。ありがとうございます。